答えが見つかったのか？どういうことだ？絆石が答えって。あ、そうか！絆の力か！おじいさん。なっていく。レウスを信じれば、レウスはおめえの心に応えてくれるんだ。いい力にも破滅の力にも導くのはおめえとレウスの絆だけなんだ。ありがとな、テデジ。ライダーさん、レイギエナを追いかけよう。強硬化したレイギエナを放ってはおけないぞ。
やったな、ライダーさん。あたりの脅威もなくなったと思う。私は村に戻るわ。いろいろやらなくちゃならないこともあるし。アユリア、ありがとうな。ありがとうだなんて。モンスターもライダーも最初からお互いのことを分かり合えるわけではないわ。もう大丈夫ね。レウスを信じること、あなたならできるはずよ。じゃあ戻るわ。ごめんなさい。いえ、ありがとうなのかな。なんだよ急に。あなたのおかげ、モンスターと絆のこと、もっと知ることができた気がする。クワン村のみんなには迷惑をかけちゃったな。けどみんなにもレウスのことをちゃんと知ってもらいたい。ライダーさんとの絆の力があれば破滅の力を抑えることができるんだって。お？どうしたのナビル。また視線を感じるぞ。きっと俺のファンが追っかけてきてるんだ。おーい、恥ずかしがってないで出てこいよ。おお、びっくりした。君はこんなとこまで追っかけてこなくても、まあいいや。また肉球でよければ何回でも押しちゃうぞ。そんなものはいらない。あ、変装欲しいのは、レウス。おとなしくそいつを渡せ。なんだ。ハンターの追ってずっと私たちをつけていたのね。ああ、そうだ。お前らが俺たちを欺いて島から逃げ出した時からだ。お前、あの島にいたのか。お前たちライダーのくだらない祭りに招かれていたからな。くだらないだと。レウスは崇める者でも絆を結ぶ相手でもない。人に危害をもたらすモンスターだ。その証拠に島のレウスのせいで父さんは大怪我をした。これ以上好きにさせるわけにはいかない。この目で見た。そのレウスは破滅の力を持っている。こちらへ渡せ。このレウスはライダーさんのお供だ。お前たちなんか絶対に渡すもんか。なら奪うしかないな。お前らお手柄だった。親父さんも喜ぶぞ。ピンとこないんだよね。捕まえろ。やめろレウス。こんなとこで何やってんだ。リベルト、二人ともいいところに来てくれたな。知り合いなの。ああ、ここで会えるなんてラッキーだぜ。リリア、レウスを話してやってくれ。あいつはライダーさんのお供なんだ。それはできない。マハナ村から逃げたレウスを捕獲するのが私の、いいえ、諸使隊の務めよ。ルルシオンへ帰還します。レウスを降りへ。邪魔をするなら容赦はしないぞ。いい加減にしろ。レウスのためならこの世界が滅んでもいいっていうのか。
ス一緒に来て。リリオ、何やってた？何するか離せ。いいのか、お嬢。その呼び方はやめて。おお、そうだったな。今は従うしかない。レウスはどこにいるの？あの子とレウスを話してはいけない。落ち着いて。ただみんなから話を聞きたいだけ。レウスは諸子隊が預かります。リリアはライダーと一緒に育ってきたんじゃないか。ライダーとオトモンが絆で結ばれてるってことはよくわかってるはずだろう。それはそうだけど、私は今諸子隊の一員としてここにいるの。それにたとえ絆で結ばれていても、破滅の翼を持つというレウスを放っておくことはできないわ。わからずや。頭でっかちのバカ真面目。バカ真面目って何よ。フラフラしてるだけのナビルーに私のことはわからないわ。フラフラなんてしてないぞ。俺はふわふわでモフモフだ。私たちに聞きたいことがあったんでしょ。話をしないの？ええ、そうね。あのレウスについてあなたたちの話を聞かせてちょうだい。わかった。知っていることはすべて話す。こっちも知りたいことがあるの。レウスのことは誰から？ハンターズギルドからよ。マハナ村から破滅の翼を持つ伝説のレウスの卵が持ち出されたって。各地で起きている異常事態と破滅の翼のレウスは無関係ではないと考えている人たちがいるわ。異常事態というのは大穴のことね。ええ、大穴が出現してそこから奇妙な光が発生するという事件が相次いで起きている。それにレウスたちはどこかへ飛び去ったまま、まだ行方はつかめていないわ。リリアは伝説を信じるのか？わからない。破滅の翼を持つレウスが原因で壊滅した村や町があるという記録も残っているし。って、なんで私ばかりが話しているのよ。話を聞きたいのはこっちなのに。そうね、あなたが一番知りたいことを話す。確かにあのレウスはとてつもない力を秘めている。それじゃあ破滅の翼を持っているというのは本当なのね。ある意味においてはそうだと言える。でも破滅をもたらすとは限らない。力を知り受け入れることができれば。力を知って受け入れるって、そんなことができるの？それができるのはこの子だけ。レウスと引き離してはいけない。こいつらが本当のことを話しているとは限らないぞ。おい、リベルト、俺たちの味方をしてくれないのかよ。甘えるな。本当だって言うんなら自分の力を証明してみせろ。ちょっと、どうするつもりなの？こいつらの力を試してみたらどうだ、部隊長。話が本当かどうか確かめるには手っ取り早い。わかったわ。話を信じるかどうかはそれからにします。リベルト、あなたも付き添って。な、俺も？いやー、でも今日は予定があるし、俺よりちゃんとしたやつに頼んだ方が。
つべこべ言わない。さあ行って。はいはい。私はここに残るわ。レウスに何かあるといけないから。いいわね。レウスに合わせることはできないわよ。構わない。でも何か起きた時にどうすればいいか、あなたたちにはわからないでしょ。いいでしょう。レウスには私がついているから安心して。そうか。すぐに戻ってくるから待っててくれよな。ええ、気をつけて。部隊長、これシモーヌから預かり物。シモーヌ隊長からこの手紙を。アドバイスでも書かれてるんじゃないのか。じゃあな。